どうもこんにちは、いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はトークン31個との Z 販売がされている SD ガンダムバトルアライアンスの主人公がカル機体300コスト強襲機ジムギャザーロード隊仕様で成し遂げていくよ。武装チェック。武装はビームスプレーガン2丁、ビームサーベル、頭部バルカン、ビームスプレーガン2丁速射、ビームサーベル2頭、ビームスプレーガン、速よろけのヒート式ビーム射撃、2発飛んでいるので威力は1100、蓄積よろけ値はあまり期待できない。ビームサーベル、2撃目が通常 50% のところを 70% と強連撃、下格闘はあまり踏み込まない機器。頭部バルカン、マガジン数が20発と少ないながらも、よろけ値が6と300コスト機体にあるマジ飛行蓄積バルカン。ビームスプレーガン速射、6点バーストの静止射撃、わずかに2セット目の射撃を遅らせることで、2セットの射撃をしてもオーバーヒートせずに運用可能。バルカンと組み合わせるとよろけを取りやすい。ビームサーベル2頭、連撃負荷でクールタイム長め、横格闘がなぜか 55% にヒットの 110% 補正と高く、下格闘は 140% 補正。武器威力が2000と高く、下格闘をねじ込めれば火力を発揮。格闘コンボは火力出しなら、1投 N 下2投下1投 N 下。よろけビームからダウン確定させるなら1投下2投下1投 N 下がいい感じとなっておりますね。カウンターは特殊、なんと700コスト機が一定 HP 以下の時のみ発動できる高性能カウンターと同等。ただし今期の格闘補正が低いので実際はそこまで仲良く。それでは実戦の方行ってみましょう。ギャザーロード隊、出る。さて、まずは支援機がいるかどうかですが。めっちゃ堂々といたー。オーバーヒートしておりますが、即よろけ射撃と2格闘を活かし、確実に撃破まで持っていきます。まあ初動はこのステージ支援機を捕まえやすいので何でもいいんですけど、問題はこっからですね。特に低コストの北極は高台タンクが非常に狩りづらくなっているので、正直タンク相手が一番しんどいです。きつい理由としては、機動力と射撃能力が低コスト強襲機は非常に低いにもかかわらず、支援機のタンクの鉄鋼榴弾はバトーペ最長クラスの射程800メートルを誇り、さらに蓄積よろけ値は 50% を2発発射。つまり、ダッシュ中によろけ射撃を軽減するマニューバーアーマーが一発で抜かれるのである。頑張って詰めてる強襲機を撃ち放題。また、詰めるのに時間がかかるので、敵のカバーも入りやすいといった感じですね。千載一遇のチャンス、スプレーガンよろけからの速射バルカンで逃がさない。そしてオーバーヒート覚悟のスプレーガン、貴様だけは何としても落とす。とどめの二頭下格、イケメンカウンター炸裂しちゃう。仕事はこなしましたが、低コスト強襲機の命は儚い。本気の一頭下格闘は細身の機体が仰向けや、うつ伏せに倒れていたりすると、当たらないことがままあるので、そういった場合の一頭でのダウン追撃は M だけでいいかと思いますね。すべてを貫け、一頭下格闘。一頭もそうですが、二頭下格闘も癖あり、横への範囲が広い上割と踏み込むので、フレンドリーファイアには要注意ですね。二頭下格鉄闘ぶっ破は悲劇を生みかねません。6番機が命を燃やしてガンタンクの高台移動を遅延してくれました。マジ助かる。ここ護衛が来ていると思い速度重視コンボにしましたが、来ていなかったので、格殺コンボにするべきでしたね。本気の強みはこの2種のスプレーガンとバルカンによる、射撃能力の高さ、これがあるのではないでしょうか。というのも300コストまでの強襲機は本当に射撃能力が低く、このように近づかずとも火力とよろけを発揮できる機体はレア。なおかつ本機は西格闘によって近接戦能力もしっかり保有しており、低コストでは過ぎたものを持つ強襲機は緊急回避がないのがザラなのですが、しっかり緊急回避も保有しておりますね。つまりハイエンドな機体となっております。前線支援維持システムにより、時期が戦場にいる間は味方のリスポーン時間が短縮され、スキルの名の通りチームが前線を維持しやすくなる点もグッド。敵が全力で狩りに来てます。一体何匹いるんだよー。
なんだか低コストにしても起きるスピード速いな。そう感じたそこのそこのそなた、正解です。優秀な武装にスキルを備えた本気ですが、弱点は耐久力。機体 HP は平均値を1600下回る。強化前のイフリートダブシュなどと同じ11000。ここで光るのが射撃能力。と思いましたが、これぐらい近づかないとメインの射程250圏内ではないので割と厳しい。防御補正合計値も30と一番低いライン。加えて本気はシールドもないので、300コスト強襲機で最も脆い機体となっていますね。攻撃補正は射撃より、射撃武装が優秀なこともあり、本気を活かすなら、射撃が活かせるステージではないでしょうか。割とぶっ飛んだ性能のカウンターで眠れ、足回りは概ね良好。スラスターこそ低いですが本気は地上適性があるので、スラスターの燃費が良くなり、スピード歩行速度向上。また、通常横移動は 80%、後退は 70% に減衰するのですが、本気は横移動 85%、後退 80% と若干速いので、歩行による回避運動やポジション取りがしやすくなっていますね。要はこの機体、弱点は耐久力だけとなっているんじゃないでしょうか。オーバーヒートした敵には先ほどのように西格闘を生かしたスコボコも可能。よろけちだけじゃない、右のコリ処理もお任せバーある感。右側からプレッシャー。そのよろけを見逃さない、脚部バー。実弾爆風兵装の多いこのコスト帯では、非常に脚部が壊れやすいのである。今回のカスタムパーツは脚部装甲と機体 HP にほぼほぼ振っております。機体 HP に振らないとこの機体本当にもろくなっておりますね。脚部装甲も持ってもなお破壊されがち。タンクからの援護射撃も合わさりカオス。ここは一旦引きましょう。まんまと追いかけてきましたね。タイマンは強襲機が最強ってことわからせてやるぜ。地味に光る横格闘の高い補正。しかし硬直が長いので、あんまり使う機会はないですね。N でよろけ継続すればスラスターも回復できるしそっちのがおすすめ。後ろからめっちゃついてきています。邪魔をするな。Y はタンクを狩るにゃ。前のめり緊急回避で護衛の1枚を突破。やれる、やれるぞ。問題は機体損傷が激しいこと。持ってくれよ。Y のギャザーロードジム。ふうたたた、爆風だから全部足が吸うのきつすぎは逆部がー。この戦場は、地獄だ。まだだ、まだ参るよね、僕のギャザーロード。射角に入らない位置での修理、これぞ戦略タクティク全然入ってました。前半は良かったのですが後半ちょっと落とされすぎました。せっかくなのでもう一戦行ってみましょう。はい、後半戦は300コストピカピチ戦やっていきましょう。前半戦はちょっと非撃破が多かったので、後半戦はその辺意識しながら気をつけて戦っていきます。着地硬直キャンセル後半下格闘、仕上げの一刀下格闘。おっとこれはソーリーですね。追撃はやらせはせんぜ。イフリートダブシュ内時のブンブン丸は射撃で止めづらい一方で、カウンターは比較的取りやすいですね。いや痛すぎ、適当な射撃だけで機体 HP 半分持っていかれました。やられる前に優秀な武装でやるしかねえ。敵はショットガンを持っていますからね。至近距離戦はやや不安がありますが、こちらは枚数有利強気に行きましょう。雑敗戦、危なーい。しかしここで気迫の叩きつけカウンター炸裂。これが古参機体の維持。本気の射撃は威力やよろけ値も期待できますが、このコスト帯には珍しく、ビームなので高弾速、距離のある戦いでバズーカの機体にアドが取れますね。メインの方のビームスプレーガンはオーバーヒート覚悟のよろけ取りも全然ありかと思いますが、そっちゃの方はオーバーヒート覚悟で撃っても威力250を一発飛ばすだけ。ヒートしそうなのであれば連射途中でブッチェンジをして、オバヒを防ぐ運用が重要ですね。ステルスで支援機を狙っているイフリートダブシュナイド機を許しません。緊急回避がないのは辛いのう。後半にした格闘が呼び寄せるラッキー巻き込み。タックルだけで2000以上持っていかれた。なんだこのパワーケージム。
このステージでは射撃を生かす機会なんて一見なさそうですが、ポジショニングによっては実は結構あったりしますね。こんな風になぁ、本気は300コスト、クライマッチ報酬期待も300コストなのですが、今週は300コスト戦がマップローテーションで非常に少ないですね。いや、別に300コスト戦がしたいわけではないのですが、先週までめっちゃ多かったのに、このタイミングで少なくなってるのはもったいない気がしました。本気のスプレーガンはメインが射程250、速射の方が射程300と微妙に違うので、射程切りであれば速射の方を使う、といったようなことも必要になってきますね。この距離感いいですね。キャザーロードが輝いちゃうよ。この距離でも届く、速射ならね。速射には ASL 自動照準補正がついているので、とどまっている敵には当てやすいですね。ただ偏差射撃をしてくれないので、動き的には逆に当てづらくデメリットもあり、コントローラーだからまだいいですが、Steam 版、キーボード&マウス操作の場合、デメリットにしかならない気がします。やはりオンオフの実装は不可欠ではないでしょうか。Steam 版といえば4月4日から改めて PC 版バトオペのネットワークテストがありますね。概要欄に Steam 版バトオペの Twitter アカウント載せとくので気になる方はご覧ください。まるで案件のような懇切丁寧な説明に涙がベクグバーと思うじゃん。これは高等技術、誘いの客グバー。客グバー壊れていてもカウンターはできるもん。この機体、なんか知らんけどカウンターがよく刺さります。多分に死格闘のおかげ。このコストには緊急回避レベル2によって、連続緊急回避をできる機体が少ないので、一回よろけを取れば二死格闘で手玉に取りやすいわけですね。そのため、二死格闘だけで飯食ってる機体もこのコストにはいますね。ジムストライカーって言うんですけど、最近は飯は飯でも冷や飯を食ってる模様。水中でも見せる、我が特殊カウンター。本気は射撃補正よりな機体性能なため、格闘補正依存なカウンターの火力が出づらいですが、まあ逆に良かったかなというところ、格闘特化補正だった場合あまりにも強いカウンターとなっていたかと思います。めっちゃ狂う。これはさすがに無理。これで3落ち、なんとしてもこれ以上やらせはせん。これが最後の出撃だったらいいな。オンドレアス、ジムギャザーロード対仕様、出ます。今回もやっぱりフリート図に粘着。支援機がいない今。強襲機が一番除しやすいからね。強とはうまいな。スコアは割と復興していますね。このまま逃げ切りたいところ。前線降着時も輝くビームスプレーガン速射。一見カスダメに見えますが、一回のバーストで250を6連射。ワンセットで威力は1500。このコスト帯では結構な火力となってますね。一度射線を切りたいですが、まずい。危なすぎ。兵装構えてなかったら終わってました。今何気に速射をぶっ切り替えでキャンセルし、無駄打ちをなくしました。ヒート率を抑えつつ、隙を晒す時間も少なくなりますね。あっとここはタックル失敗。絶対ブンブン丸すると思いましたが甘かった。最後に分からされちゃう。ジムギャザーロード対仕様でした。耐久力は底辺、それ以外はハイエンド。甘えた車線管理している支援機は詰めるまでもないぜ。そんな感じの機体。それでは今回はこの辺でー。